で今回ですね、タイトル通り富山県の射水市にある癖ありの難読な地名っていうのをいくつか、ピックアップしていました。以前南砺市、富山市、高岡市編の動画も上げたんですけど、富山県民でも初見ではほとんど読めないっていうレベルの地名が多かったので、今回は射水市編ということで、富山県民の方でもなかなか、読めない地名が多いと思うので、気になる方はぜひチャレンジしてみてください。それでは順番に紹介していきます。一つ目はこちらですね。お、読めそうやんって思いがちなんですけど、実際の読みの方は王豪ですね。王豪、大江かと思いきや王豪っていう、なかなか一つ目からなかなかの癖ありの地名ですね。二つ目はこちらですね、なかなか予想できない組み合わせの漢字ですけど、実際の読みの方は院内ですね。院内、犬内とか、読みそうなんですけど、なかなか初見では、読めそうにない癖ありの地名なんじゃないかなと思いますね。3つ目はこちらですね。読みの方は、ほうのきですね。ほうのき。この1文字目のこの漢字がわからない限り、読めないかなと思います。4つ目はこちらですね。読みの方は、加賀の宮ですね。加賀の宮。今回紹介する中では一番読める確率が高いかなと思うんですけど、鏡宮とか言ってしまうので、意外と初見では間違えてしまう地名じゃないかなと思いますね。5つ目はこちらですね。読みの方はひばりですね。ひばり。こちらコメントの方でも一番多かった地名なんですけど、自分も大人になってから知った地名なんですけど、この漢字でひばりっていう読みを知った時はなかなかの衝撃でしたね。6つ目はこちらですね。ここからは漢字3文字になるんですけど、読みの方はくぐみなとですね。くぐみなと、久々とかっていう漢字を日頃使ってるので、なかなか初見でくぐみなとと読める方は少ないんじゃないかなと思いますね。7つ目はこちらですね。読みの方は、琵琶首ですね。琵琶首。この琵琶っていう漢字を知っていれば読めると思うんですけど、自分は初見では分からずにすぐに調べましたね。8つ目はこちらですね。読みの方は、方丈図ですね。方丈図。まだ今回紹介した中では、まだ頑張ったら読めそうな部類には入るかなとは思いますね。で9つ目はこちらですね。ここからは5文字という地名になるんですけど、読みの方はエビエネリアですね。エビエネリア、エビエまでは読めると思うんですけど、このネリアっていうのはなかなか癖があるんじゃないかなと思いますね。で最後10個目はこちらですね。なかなか最難関な地名なんですけど、読みの方はサンガスワ町ですね。サンガスワ町。サンガも癖がありますし、諏訪町も癖があるので、富山県民であっても初見でサンガ諏訪町と読める方は、なかなか少ないんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今回は富山県射水市の癖ありな難読な地名をいくつかピックアップしていました。自分も初見では読めなかったですし、富山県民の方でも、初見で全部読めたという方はほとんどいなかったんじゃないかなと思いますね。この他にも射水市の癖ありの地名や他の地域の癖ありの地名なんかがあれば、またコメント欄の方でよろしくお願いします。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。